この2つコラボレーションやばいでしょう。紹介しましょう。大きな拍手で迎えてください。呼び込みます。スカパチョーカモン、スカパチョー。ありがとうございました。スカパチョーデイビスさん、ワンブラクシュ。もう反応どうすればいいか。女子高生もので、どこで売ってんのこれ。自家製作ったの？ちょっと自家製だけど売ってんのね。いや、この2人コラボやばいっすね。最近2人でなんか活動してる。割とスカパチョーデイスタジオとマチョビアでスタマチョをやっておりますので、どっかでまたお見かけする機会がありましたらね、この人にご声援いただければと思います。めちゃめちゃ口開いてるけど大丈夫。ごめんね、今日はキッズのイベントということで、みんなも夏休みはもう入ったのかな。夏休みに入ったね。そしたら宿題でね、絵日記つけなさいみたいなことがあるんですけども、そしたら今日付けの絵日記にはですね、ちょっとヤバい大人たちを見ましたと、ちゃんと絵を描いて、文章も書いて、先生に提出してください。わかりましたか？ね、やりましょうね。あなた発表していいよみたいな。あ、ありがとう。そうなんですよ。ですね、まあ、ちょっと個人なんですけども、私8月の、頭です。8月の2日と、それから9月にですね、ちょっと大きな舞台ちゃんに出させていただきますので、マチョビアで検索していただくといろいろ情報も出てくると思いますので、はい、こういうふざけた感じもやっておりますけども、結構ちゃんと演技とかもしますので、ぜひよろしくお願いします。すごい声やられてるね。心の中でもドキドキしちゃってるからね。ドキドキしてるでしょ。え？
そうですか。こっちかもしれない。全然来てないって言われちゃったけども。もうちょっと大きくなったらこういうふうになるんだからね。分かってんの？大人の色気を今勉強しなさい。すごい勉強ある。色気はない。あ、色気はないですか。はい、肌ですか。なんでですかね。特別なことはしてないんですけども、ちょっといい、白くなるんですか。初めて聞いたんですけど、なりそうな気もするけど、ケアとかはちょいちょいしてますけども、やっぱね、IKKOさんが使ってるオイルはすごいいいですよ。はい、お父さんはいや、お母さん方、IKKOさんが使ってるオイル調べていただくと結構物がいいですので、ぜひ使ってみてください。ありがとうございました。大丈夫、これだけの告知で、舞台の告知とかすげえメンバーが出てる感じですけど、まあインスタとかね、さまざまなとこでね、あれですし、スカジュンもまあね、先ほどのパワームーブ見ましたけども、アニソンとかいろんなブレイクバトルでね、もう数々のタイトルを取ってるすげえやつらが、まあ楽しんでやっておりますから、またいろんなとこで要チェックということで、ありがとう、つかまじょでした。マジで捕まらないようにね、捕まらないようにね、ありがとう。まあ